豊原放送局は、1941年12月、社団法人日本放送協会の前身によって、当時日本領であった南から太の豊原市に開設された放送局。呼び出し符号はジャタック。1945年8月の終戦とともに、進駐してきたソ連軍に接収され、放送を停止した。1925年。 大阪朝日新聞社が実施した試験放送を大止まり無線局で受信指導者に祝電を送ったところ、翌日の放送でこれが取り上げられ局員を感激させた。しかし、日本本土からの放送を受信するには高価な高級受信機が必要で一般には普及しなかった。1928年6月、日本放送協会札幌放送局、 仙台放送局の両放送局が放送を開始すると受信状態が改善され聴取者が増加した。さらに1933年10月、豊原にラジオ相談所が開設され受信機の修理も可能になった。カラフト町でも放送事業の研究に着手し放送施設の建設費を昭和11年度の予算に計上したが予算は不成立に終わり、 計画は頓挫した。このため、カラフト庁は方針を転換し、官民一致して放送局の解説を日本放送協会と定心大臣に請願することになった。これがこうを奏し、日本放送協会は1938年に豊原放送局の解説を決定した。局舎は戦後もソ連のラジオ局として使用され、1996年の時点で、 建物や機器の一部、放送等などが現役であったことが確認されている。ありがとうございます。